なんか矢田和夫が勇敢不治で変な記事を書いてましたね。はい。安倍晋三元首相が皇位継承問題をね、国会決議で設置されたね、有識者会議で検討する道筋をつけたということですね。うん。そして、まあ、久しさまが継承されることを前提に、皇族が旧宮家から養子を取ってね、愛子さまなど女性皇族がね、結婚後も、本人のみ皇室にとどまられることもね、可能とする報告書ですね。おお<ー>。まあこれ 安倍信者ですからね、うん、安倍さんのことをよく言ってますけども安倍さんがね皇位継承の問題のね道筋をと褒めてますけどもほったらかしてますからねはいはい上皇様が2016年に生前退位の気持ちを発表されて付帯決議としてね安定的な皇位継承をと願われたのにねようやく報告書を出された段階でございますね、うん、しかも「男家男子」の漫画家とかね素人集団の有識者会議のメンバーだから憲法違反の容姿とかね そういいった案とかを出してきたわけでですすねね知識あんんまないんです、ね、イギリスや男女をね同一とする制度変更があったわけでもすで、まあ、にね生まれている王族の順位変動はなかったいうことですねはいはい、まあ、それでもその公式への一部の誹謗が止まらないんで論点を整理したということでこの人はね条件を認めてないのに条件になってもねこういう継承順位に変更はないよとね言いたいんでしょうね、うん、天皇家に二人お母さんがいて最初がね女の子で次がね男の子とかだったらね 症状院に変動なしとかでも分かりますけども OK ですからね、うんまあ、ちなみに小の問題に関しては批判を、ね、受けて結婚行事には皇室は、ね、関与せずに親戚いもねしないのと一時金も辞退とね掲示面をつけたってことですね夜逃げみたいな感じですけどもねだからまあこれ以上の攻撃はね理不尽になってことですね、うん、でまあ親戚合けをしなくても親戚にはね変わらないですからねはいはい何より八幡和夫が親族が3人もね連続自殺をした結婚とかを絶対に認めにな形たってとで 怒った人物だからね国民がこの結婚を受け入れられないのはね理解できると思いますけどねはいはいまあこんな男とね結婚したら国民がアクション権を、ね、象徴するなんてできないだろうとね反対してでしょうからねうん。アクション権も絶対支持者ですら反対する相手と結婚したわけですからねそうですねで過去様に関しては後続数の減少の穴埋めとして公務を頑張ってってことですねうん。公務を頑張ることは立派だけども産経新聞とかね特定企業の公務とかも たくさん頑張ってね、まあ、をってことですね選べなるほど過去様が一人暮らしの件とかも何年かのうちにね結婚されそうだし不自然じゃないってことですねはいはい逆にまあ皇族数の減少の穴埋めで、まあ、大貢献されてると感じてるんだったらね、まあ、このまま女性皇族が結婚後も残ってねあの合格書に残り続けることもね想定しておいた方がいいんじゃないですかねえー、ずっとつまり結婚してあの合格書ね過去様と配偶者で使って職員は一応ね少しぐらいスペースをやるけれども 職員用のスペースはまたね、まあ、税金が作られた形になるかもわからないですね。どんどん増築して。まさ、あ、に、さっきさまに関しては、幼稚園から中学までずっとね、お茶の水で成績が、ね、優秀だったから、筑波大学総高校へ提携校進学したとで進学されたとことですね。うん。さらに、学習院 OB とかが批判してるけども、筑波は男女共学だしね、いろんな意味で質の高い語学誘が期待できるってことですね。はい。ただ、残念なことに、筑波でのね、語学誘の話題はまあゼロとかことですね。全くね。 一番盛り上がる筑波大附属高校と学信高校の伝統のスポーツ大会も形成されたわけですね。<あー> <laughs> だからまあ学校も、ね、行ってないんじゃないかって形で言われてるわけですね。<ー>でも天皇・皇后両陛下は幼少期から熱心に日差し様にね、帝王教育をお読されたるといことですね。はい、そしてまあ最近はね、学業と並行して公務も参加されて、称賛すべきで、体験は稼がっただけでも、権力はしっかりして、歴代陛下と似ておられて。 頼ましいってことですね <laughs> まあこれはねアクさん様の父親がね違うんじゃないかっていう逆からの一文でしょうけども、まあ、逆に言うとねアクさん様は歴代天皇と誰にもね一年よと認めたような形になりそうですけどねそういうことまあ久々の父親もね違うんだよと言いたいんですかね <laughs> なんか逆にね新たな契約が浮上した感じですね <laughs> はい、はい、でまあ東大推薦を目指してるから栄養入試など利用するなっていうのはね合理的じゃないってことで従来の皇族の特別の扱いを最適だからね 何でもあでりだってことですね<ー>、まあ、記事の書き方が全てね握手だけが正しいってことをね大前提としてね書いてますからね無理すありますけどね成績優秀だったから低傾向進化制度と言われてますけども成績不振の報道しかないですからねはい、はい、畑のね稲とかを眺めている映像だけで賢いと判断することはできませんからねお<ー>学校での情報もないですからね全くねで低傾向進化制度に関しては久しのために できたと言われていて毎年ね一人か二人しか利用しませんでしたけどもうん被災者の年だけね三人から五人も低傾向進化制度を利用してるわけですね急に増えて被災責が有志なんだったらね、まあ、それが分かる何かしらの証拠を出せばいいのにね出てくる証拠は盗作作文の証とかのね助証とかですねはいはい妖怪の災責不審の報道が正しい証拠に繋がってるわけですねうん<ー>それもアクシャン権に対する批判に関しては天動家ね全く支えずに迷惑しかかけてないですからねそうっすね アクション系だけでノーマスクでコロナに感染したりとか、来場最適国の税金を使うなという割には、アクション系定は50億ですね。<laughs> ちなみに、結子様の出席が予定されていた国際天文学連合の学会が8月7日に予定されていましたけれども、キャンセルが相次いでいるようですね。ああ、したね。500人ぐらいが参加者でしたけれども、すでにね、100人ぐらいからキャンセルとかオンライン参加者のの、ね、切り替えとかで報告されているようですね。ああ、すごい人数。旅費とか参加費の問題とかでキャンセルしている人が多いようですね。うん 3年に1度開催されていて前回はね、2020年でしたけども、コロナで開催されなかったようですねはいはいちなみに2017年は旅費とかね参加費とかの補助申請が70件でしたけども今回ね、3倍近い200件になっいるんですねへえー、参加者がまあ400人で200人からね補助申請だから結構この業界は研究費とかそういったのが、ね、厳しいんかも分からないですねなるほど組織委員のホームページとかでもね寄付を呼びかけてるようですねうん まあ本来この紀子様も参加するんだったらねお金をもらうんじゃなくて寄付する方がいいと思いますけどね本当はねまさにねそれだけまあその参加せずにオンラインに切り替えてるんだったら全然ねオンラインの参加だけでもいいと思いますけどねあ,あ全員がねまさ、あ、に紀子さまを呼ぶねお金とか補助するお金に回してほしいですねまた<ねー> <laughs> このお金も代とかね一応代とかもらうんでしょうねえまさに前回はこの台湾とかで開催されましたけれども今回ね福島で開催されるようですね<ん>この発表された日がまさに福島でのね献上詐欺の 話題のね翌日ぐらいですねはいはい桃の献上とね関連してるんですかねへえ<い>天文学といえばまあ天皇ご一家がまあ昨年ね皆既月食を見られた話題がありましたからねうん貴、まあ、子さんはねそういった話題が全くないですよね確かに久しさまに関してはね夏休みだけでも、まあ、そうやっていくとしたらね地方公務でしょうねはいはいちなみに文春ではね久しさまの拍手を褒めてましたねうん 鹿児島での総合文化祭で参加者に、ね、拍手を送られてましたけども決定的には違いということで褒めてましたねそこしかなかったんですね褒めるとこ昭沙さんは指をね軽く曲げて両手をね斜めに打ち合わせましたけども久しさまはね体の正面で指をまっすぐにね神社の柏でを思わせるねショーターってことですねはいはい久しさまはこの絶望的に褒める箇所がないのがね伝わってきましたねねえ<ー>、まあ超進学校で東京大学を目指せる高校2年生が拍手で褒められたよね あ、それ負、まあ、けなさいってるのとね、一緒ですね。はい,はい。はい。あ、無理して、ね、褒めたら、余計に冷めてみる国民の方が多いと思いますけどね。それはね、中学校の入学式とかでもね、は、ま、い、あ、とね、元気にお返事されたとか、そんなのが。まあ、当たりの気もしますけども<う>、まあ、中学校の頃はね、それだけで、まあ。褒められたわけだから、まあ、それを考えるとね、拍手とかができるようになったのは。久仁さまとしたら、まあ、急成長なんかもわからないですね。あ、進歩なんですね。まあ、でも、この家族で、悪戦様だけに拍手は。違う感じはしましたけども、久仁さまのね、拍手は。別に、まあ、特別な拍手とかでも。 何でもないですからね。はいはい。まあ、拍手されるお姿にハッとしましたっていうことですけども、安西さんの顔を見たらね、もっとハッとするかもわからないですね。<laughs> まあ先生、のアクション圏の用語記事を書かなければいけない記者とかも大変でしょうね。ねえ<ー>。何かいい箇所とかを探して記事にね、しないといけないから、あの映像を見てね、何を褒めるかって感じでしょうね。褒めるプロですね。アクションさんのマネばっかりね、していて、質問したらね、小学生低学年レベルの質問ですからね。はいはいまあ、でも文章はいつもね、人のプライベートをつ,ついて、不幸を煽ってるのに、 アンクション系だけは、ね、持ち上げると逆にまあ気持ち悪いですねあ確かにやっぱりまあ金をねもらわないとあんな記事は書かないでしょうねケラ事件に関しては文書のトップ10人の記者が全力ね取材した記事とかを書くのに、まあ、拍手をね褒める記事ですからね,ねも山下慎二さんもね褒めていながら自分でもね恥ずかしいと思ってるかも分からないですね <laughs> まあ頼むから高校でのねお友達の話題とか渡してくれって感じかも分からないですねちょっとはねでも日韓現在で久々のことについて用語記事が書かれてましたねはい。 パラガイの高校生やブラジルの学生と交流されて、同年代と交流されたのに、無表情と報じられた記事ですね。うん。アクシャン交際とカクさは、にこやかにね、混乱されて、日本の訪問の印象とかを尋ねたりとかして、終始ね、和やかな雰囲気だったけども、久様はね、まあ、終始、表情がね、硬いということですね。無表情でしたね。まあ、さかの用語コメントね、取り上げていて、そつなく愛想よく対応していたら、それはそれでね、不自然だし、映像では時折ね、笑顔とか見してるから、10代の男の子らしいんじゃないかとですね。ほうん。まさ、あ、らに皇族の務めとはいえね。 興味のない催しに駆り出されてね、交、ま、渉、あ、にさらされる辛さとかは庶民には分かんないであるともいたんですね。ストレスですかね。あ確かに久しさまはね、珍しく、ブラジルとのね、混乱では笑顔になる瞬間がありましたけどね。うん。でもそもそもね、久しさまが出席する予定がなかった子もですからね。はいはい。それがまあ急遽ね、出席することになったってことだから、無理やりね、出席ではないと思いますけどね。うん。まあ親から、ね、無理やりっていうのはあるかもわからないですけどね。ああ<ー>。もしくは無理やりだったらね、それはまあ、アクシャン号祭の教育があダだめってことでしょうね。はいはい。 かっこさんの勉強に関しては老朽化してたのと初研も増えたから総額ね50億円もかけて改修工事をしったってことですね。うん、経費削減のためにかっこさんの部屋を作らなかったといってね老朽化したから改修工事といったのにまだこの築4年の五角医書もね改修工事ですからね。早いっすね。まあ嘘がすごいね割れますね。<おー> <laughs> 将来の天皇としてとんぼの研究に熱心だから東京大学農学部を推薦で進学と言われている経営でもね進学削減までいちいちねケッチをつけられるのは本人にとってもね 迷惑以外の何もではいはい東京大学を受験する人の方が頭がね悪いのに特権で人をね奪う方がよっぽどね迷惑だと思ってるでしょうねおお <laughs> 断経なしの人はね天皇は断権なしの血統だけでよくて頭がね悪かろうがただね祈っていればいいって形で思ってますからねそういうこと上皇様が先生隊にする時も死ぬまでね天皇をやれって形で言ってね祈るだけで言いって形で言ってましたけども、うん、まあそれもねできなかったら 接種を利用してこうだしねはあ祈るだけでいって言ってるのに東京大学とかね落歴にこだわったりとか眞子さんとかか子さまはね団結、うん、ン氏が大嫌いな GHQ の創設した ICU に進学をしてねまあそうえもね文句言わないですからね、うんまあ、ちなみに国民民主党の、ね、玉木代表が条件を認めている以上はね国民民主党の候補とか比例に投票することはありませんっていうツイートに出して認めてません団結ン氏ですと。 ししましたねはい以、は、前、い、は女性天皇まで認めていると言ってましたけども急にね、断言なしになったようですね。ああ、急に。やはりまあ、玉木代表は、ね、自民党に強用ってますね。そういうこと。断言なしと継承していくには側室を復活させるしかないですからね。お<ー>せめてね、断言なしで安定的に継承していくにはどうするのかね、提案してほしいですね。ははい、はい過さまはこうまでもね、ジェンダー平等を訴えてますけれども、そんな中で、久しさまが即位したら余計にね、家族の関係とかも悪化すると思いますけどね。兄弟ああの中もね。 男尊女卑で冒険の久しさまで継承されて国民からもお姉さんからもねある意味まあ見捨てられてるってことですね<ん>日本国民統合の象徴なのに女だったらねなれないっていうのがそもそもねおかしいしやるんだったらね即死制度を廃止した時に制度変更しなければいけなかったわけですね当時ね旧三家の子孫に関してもね門字の差別で養子にすることはできないわけですね、うん、上皇様は安定的に皇位継承できることを望まれたようね天皇陛下の意向を無視されてるわけですね 宗教票と献金してもらったお金とかをね流してもらいんですかね<あー> <laughs> 憲法を正してもね統一教会から依頼された番号がねそのまま入ってますからね、うん、まあ信者少なくともね支援するお金はたまりますからねはいはいまあこれはね何十年も支援をね続けられてきてここに来てね憲法を正をしないなんて言ったらねサ、まあ、さン預かりされて大問事件ねのね二の間になりかねないですからねああやばいんですねまあ信者はこの教祖のいなりですからねうんある意味普段はねおとなしい軍隊みたいなもんですねはいはい まあこれまで、ね、この選挙を、ね、応援してくれた人がいきなり、ね、敵になるかもわからないですね。いい国民の7割以上が常に女性天皇、女系天皇を認めているのに、断言なしに縛られている政治家とかが、ね、多いのが気持ち悪いですね。うん、年々まあ投票率が下がってきているから、宗教票の奪い合いなんでしょうね。はい、まあそういう断言なしを、ね、訴えるしかないでしょうね。そういういこちなみにこの国民民主党といえば、ね、9月に前原政治議員が選挙に出るようですね。実はこの前原議員は、ね、女系天皇も容認しているんですね。うん 条件付きでありますけども2006年に女性天皇も認めていて国民がね、即位して頼むということになったらね、女性天皇もやむなしと発言してますからね。なるほど。だからまあ、断結なしでいくには即位制度しかないことはね、分かってるわけですね。はいはい。まあ、その上でこの即位制が国民から受け入れられないようであればと意見を表明してるわけですね。うん。まあ、この玉木代表もね、女性天皇容認から断結なしに切り替えましたけども、まあ、これがね久し様がうまいってことね、考えがかかったのか分かんないですけども少なくともね 即いがなけいばいはないというい言は取はいせませんからねいはいはいまあうて意味ではい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 は民はい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 この間のはい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 はのはい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 のいは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 れはい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  いくちですすけどもどもうなりますかね自民党にね賛成ばかりの立場だったらね、まあ、国会とかで目指すことができないしね、まあ、このままだとね自民党に吸収されるだけで,です、ね、結局ねまさに危険を感じた議員とかも多いようだけども、まあ、その票がねどうなるかですね、うん、まさにこのままでいくとね白紙県警もね冒険だから実はまあ公益継承者がゼロの状態でございすねはい公主テンパにね直系の小出しと冒系の公私がね明確に区別されていてね 立皇嗣の例といってもね暫定一位を表明しただけってことですね。つまり、あ、ね、次の天皇が確定している皇太子と完全にね、敬反された考えでごことますね。はいはい、まあ。この違いはね、国内庁が一番ね、よく分かっていて、それはね、表現方法で完全に分かれるわけですね、うんまあ。皇太子とかね、皇太子が外出,しが外出されたときは行家っていう表現が使われますけども、アクシ太ン・がね、外出されたときはおなりっていう言葉が使われていて、これはね、他の宮家と同じ表現なわけですね。おなるほど結構、間がコロナに感染して、千葉に行けなかったときもね、おなりになることが。 叶いませんでしたとスケジュールにもね記載されてますねうん。阿久津さんは鹿児島に描いた時もおなりという言葉が使われてましたまあつまり次のね天皇陛下が決まっていないお立場の宮城だったことですねはいはい、まあつまり阿久津さんはね即位するには皇室天安を皇室たる御子をね皇太子の部分を修正する必要があるわけですねうん。たかまあ修正するんだったらその時にね女性女系天皇も認めようとね なれば、愛子さんはね、皇太子になるわけですね。一気に変えてほしですね。まあ、これからこのね、はくさに関しては、イメージが回復することはないだろうし。統一教会政権とかも弱まって、宗教パワーも弱まっていくでしょうからね。うん、ただ、まあ、皇室典範ね、改正しないと、女性皇族は結婚して。皇籍休むので、何年もね、待てないですね。そうですね。まあ、いろいろとね、早く、まあ、皇室典範改正をしようですね。うん、まあ、今後ね、どっちらって展開になっていくのか、皆さんのね。コメントもいただいて、嬉しいですね。そうですね。あと、まあ、チャンネル登録もね、お願いします。ぜひお願いします。